平本選手の来年の試合が発表されましたけど、平本選手といろいろとこう SNS でやり合ってたじゃないですか。平本試合決まったんですか。はい、いつですか。2月。あ、2月にあるんですね、はい、試合が。そうですね。誰とやるんですか。あ、相手はまだ決まってないです。あ、決まってないですか。はい、いろいろやり合ってたんで、ここでやっておきたいっていう気持ちはありますか。いやいやいや、平本とはやりたくないですよ、まださすがにプロレスやってるだけで、さすがになんかレベル違うんで、でも平本もね、すごい面白い存在だなと思ってて、日本の格闘技を盛り上げてくれる重要な一人だと思ってるんで、楽しみですね、試合が。